どうも皆さんこんにちは。なんてこった今年もドアラさんの爆戦が見れたなんて。と。2戦連続の逆転勝ちにウキウキが止まらない、ダンスメイド絶望中のポンコツロボです。わしもおるぞ、ドアラさんお年だから無理しちゃダメだぞ。大島岡林は今後神と呼称しましょう。そしてネオのブルペン入り。マジかないがエアに加えてピッチャーまでやるのか。そんなウキウキがさらに加速する。加速装置は奥歯がスイッチだ。先日3月31日あのお知らせが飛び込んできましたね。なんかあったっけ？バカ野郎このダボがひき肉にしてハンナ道路に放り込んだろか、ボコビシグシャクチッコレを聞けばいいのか？バカ俺じゃないルレパッツッペッポー。ラブバイスベーシストオーディション開催のお知らせやろが。なんでストーツーに第2章指導したこれ。美穂脱退と活動休止でこのまま終わらない、必ず第2章があると信じていたけど、どこかでもしかしてと不安がちょっとだけあったけど完全に払拭されたね。わしは何の不安もなかったぞ。でもこれからメンバー選考か、お披露目はまだ先なのかな。曲作りやレコーディングは他のメンバーで進めて、あとはベースだけみたいな状態にしてるかもしれないけどね。まあ、音楽知識ゼロバンドの裏側も全くわからないロボにできることはただただワクワクしながら待つことだけだよ。ちゃんとした分析とか解説はロボにはできないので、そっち方面は高野ゼミさんとかおすすめだよ。ちゃんとしたミュージシャンの方だからな、ロボとはレベルが違う。ちゃんとした解説が聞けるよ。ともあれ、この字絶対時間をも楽しみましょう。そして気になる内容は、ドキドキ。ラブバイスのフィフスエレメントを探すプロジェクト始動。じゃあフィフスチルドレン最後の使者カオルくんか。応募資格は国籍、年齢、性別プロ、アマ問わず。なんそれっておっさんも OK なのか。そう、おっさんでぼっちで陰キャで童貞で、歪んだ性癖の持ち主でも応募できるんだ。マジか、今からベース初めて間に合うか。プロでも OK ってことは、もしかしたらゼノンオショウやブコさんがラブバイスメンバーに。多分ないな。でも、実績のある、それも世界で活躍するバンドに参加するわけだから、相当な猛者たちが集結しちゃうんだろうね。傭兵軍団集結、海坊主がいっぱい、カゲーハーのお祭りや。一次選考は昨日4月2日からすでに始まっていて、5月24日、23時59分までに応募してね。プロの人はちゃんと事務所、レーベルの了承を得てね。オーディション参加方法は、ラブバイスのホームページ上で配布しているオーディション参加用音源をダウンロードして、それに合うベースラインを自分で考えて、それをエレキベースで演奏している動画を撮影、それをラブバイスホームページにある応募フォームから送るんだよ。詳細や注意事項を、ちゃんと読んで応募するんだぞ。そうだね、書式が違って選考落ちるとかアホらしいからね。受験で頑張って問題解いたのに名前書き忘れるのと同じだぞ。演奏技術はもちろんのこと、動画だからパフォーマンスでもアピールできるね。さらにこのオーディショントラック、言ってみや新曲だよな。そう、このオーディションのためにメンバーが新たにちゃんと制作したやつだよ。メンバーがスタジオ入ってたのはこれだったのかな。ラブバイス公式 Twitter よると、オーディションに参加される方もされない方もこのトラックを使って自由に動画配信サイトや SNS に投稿 OK、 一緒にオーディションを盛り上げましょうと、太っ腹なお言葉をくださったよ。マジか、そういやいつもと RGM79GM がじゃなかった、 BGM が違うと思ったら、まさか。ふっふっ、今さら気づいてももう遅い。今回このオーディショントラック早速使わせてもらってるよ。やられたー。そう、オーディションに参加しなくても動画の BGM に使わせてもらったり、演奏動画を投稿したりして、このラブバイスベーシストオーディションを盛り上げることができるよ。ドリミ姉さんがジャムって遊びましょうって言ってくれてるぜ。そう、縦横国民みんなでジャムおじさんになるんだ。ジャムおじさんの真似をすると、どうしてもマスオさんになってしまいます。演奏動画は別にベースじゃなくてもいいからね、踊ってみたとか、なんならボーカル自作して歌うとかね。わしはこの曲に合わせて呪いをかけてみるぞ。オーディションは1次の募集がすでに始まっていて、2次が7月上旬頃、最終が8月上旬から中旬頃の予定だから、
円盤が先かライブが先かわからないけど、ロボたちがラブバイツに再会できるのは最速でも秋以降になるのかな？楽しみはとっとけ。待ちきれないけどこの時間をも楽しみましょう。いやー、本当はロック藤山の感想のやつとかやるつもりだったんだけどね。バンドメイドも大忙しだったからな。そう、ラジオが最終回で落ち込んだりとかありましたが、緑と都二人の久々の有志さんとした解説はできないけど、鉄道でゆるい感想の会をやりたいと思うよ。思ってるだけでやらないパターンか。それでは皆さんさようなら。呪いあれー。